酒田市の自動車整備会社、安倍自動車。工場で働く整備士は男性、この方も男性、こちらも男性ばかりと思いきや、唯一女性の姿がありました。鈴木さやかさん、31歳。この会社でただ一人の女性の自動車整備士です。全国に自動車整備士はおよそ33万人、このうち女性の整備士は1万人余りで、全体の 3% 程度です。さやかさんは整備士として最難関の1級の自動車整備士の資格を持っています。この資格を持つのは、全国33万人の整備士のうち2万人。全体の 6% にとどまる貴重な人材です。新しくお車をご購入いただいたお客様の12ヶ月点検、1年点検で入ってきたお車でございます。さっきの分解整備とかを挟みながら、お車の点検させていただいておりました。安倍自動車はさやかさんの実家が経営しています。さやかさんは子供の頃から常に自動車に囲まれた環境で育ってきました。タイヤの中でかくれんぼしてしまったりだとか、この工場の中で走り回ったりだとかして、もちろん怒られましたけれども、そんなこともありました。自然に子どもの頃から自分も何か手伝えることないかなって思ったのが、そもそもの最初のきっかけです。やがてさやかさんは自動車整備士の国家資格の最難関とされる一級小型自動車整備士の資格取得を目標に掲げるようになります。もし行くならば一番高いところまで行きたいなっていう自分の気持ちがあったから、一級整備士を目指しました。栃木県にある専門学校で4年間実技と勉強を積み重ねました。そして自動車整備の技術だけでなく、環境問題への知識や理解なども求められる難関試験を突破し、目標を達成したのです。昔はよく 3K、きつい汚い危険、その頃は職人気質の人とかいろいろいましたんで、その辺は厳しいよっていう話は入る前にはさせてもらいました。大変だっては言わなかったですけど、見てては大変なんだろうなって、こう真っ黒して帰ってきましたからね、つなぎ毎日そんな感じでしたから。男性ばかりの整備士業界に飛び込んださやかさん、駆け出しの頃はタイヤを運ぶのも一苦労だったといいます。きついのは確かに本当なんですけれども、それ以上になんか自分がもともとなりたかったものですから、働ける喜びといいますか、その嬉しさの方が自分は強かったと思います。やがてさやかさんは大きな壁に直面します。ちょっと別の方に代わってくれないとか、ちょっと男の人呼んでもらえないかなっていうふうに言われたことは昔ありました。ものすごく悔しかったです。自分も説明はできるのに、自分がやった仕事なのにって思うことは確かにありました。時に悔しい思いを経験しながら、一歩一歩整備士としてのキャリアを積み上げてきたさやかさん。整備のことは整備でしか取り戻せないので、より精進するしかないと思ったので、悔しいって思いで頑張ってましたね、その時は。結婚、出産を経験し、現在は家事、育児との両立を図りながら、整備士として最前線で働いています。
ていただきます。お疲れ様です。お先に失礼します。昨日は肉じゃが作ってくれました。それをちょっと仕込んでてくれてたので、あとそれ温めて今日はちょっと食べようかって話はしてたので、珍しいくらいちょっといろんなことしてくれて助かってます、私として。家庭も大事、そして仕事も大事。共に働く社員や家族の支えを受けながら、大好きな整備士の仕事に奮闘します。ただいまより、女性整備士と田中東北営局長による座談会を始めます。県内で働く女性整備士が集まった座談会。それぞれが直面した周囲の思い込みへの意見が相次ぎました。間違いなく女性でもできる仕事だと思います。ただどうしても世間の皆さんのイメージとしては男の北の仕事っていうものになるので、女の私が出ていても男の人いないかって言われたりっていうのはまた差別などが悪くなって働きやすくなれば、女性整備士としても働きやすいのかなと感じました。結婚や、妊娠をきっかけに現場から離れてしまうからだと思います。女性の体調や、家庭での都合をサポートできる体制づくりが大切だと思います。ですが、補定12ヶ月点検作業をさせていただきました。タイヤ新しいもの4本組み替え交換させていただきました。あとナンバーと一番後ろのナンバーテラスまで切れてたので一つ新しく交換させていただきましたので、点検を終えた車を引き取りに来た顧客です。さやかさんのきめ細かなサービスに安心します、優しい感じだし、手かけてあげた分ちゃんと車って答えてくれると言いますか、あと目に見えるものとして結果が出てくるものだと思いますので、お客様から選んでもらったりしていただけるように、そんな整備士になれたらと思います。整備士としてさらにスキルアップを目指すさやかさんの奮闘が続きます。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら、チャンネル登録はこちらからお願いします。そしてグッドボタンもお待ちしています。押してください。